茶が好みですか？今準備を。え、準備しなくていいから休んでほしい？ノエル！ベア様どうされましたか？クイーンが。落ち着いてゆっくり話して。なんだかクイーンの機嫌が悪いみたいだったから、まあいわゆるデート。え、デートですか？そういうお悩みでしたか。そうなの、もう何回も誘ったん。屋台の方ばかり見て全然。ノエルは可愛いし、みんなからもしょっちゅう褒められる。きっとモテるよね。あ、はい、もちろん市民を助けるのは。しかしそのノエルでさえ私を助…心配しないでください。栄誉騎士様、ベア様を助けていても申し訳ございません。しかし今度きちんと今日だけベア様…ありがとうございます。はい、ベア様が言うに…しかし私その可能性…つまり例えば…しかし…はい、一人一人のこの私でしたら、栄誉騎士さん、手芸品などはお好きでしょうか？あの、私、クイーン様、確か、クイーン、お酒と関係のある、もう、マージョリー様のお店。いらっしゃいませ。今日はどうしたんですか？ノエルさんはいつも次々に仕事を受けて、あまり、はあ、もっと自分のために。今日は基地途中で。あ、なるほど、そういう。今日は栄誉騎士さんのプレゼントを選びに来たんですね。好きなだけ選んでください。必ず満足させてみせます。なるほど、大丈夫です。からかわないでください。私と栄誉騎士様はそのような関係では。違うんですか？はい、まあ半分は信じてましたけどね。しかし相変わらずこういう方面のことは全くダメ。私はただそういうことで騎士の修行に。もう困ったものです。はいはい、もうからかうのはやめ。なるほど、それでしたら特製標瓶は良質な手記、リスの木彫りは手記と置物。手記ですね、死亡してあの時。特製評瓶ですね。プレゼントは用意できました。早くベア様のところへ行きましょう。ん、この。確かにクイーンが好きそうね。でもプレゼントをあげるからには。プレゼントがあれば私の。え、プレゼント。とにかくやっ。あ、いけない。どうしました？プレゼントに。いや、プレス。クイーンとデートすることばかり考えてて、どこに。だって、ノエル。でも、別に。はい、デートスポットは。いい場所を見つけたら写真を撮ってベア様に選んでもらうのがいいと思います。そうだ、確か誓いの岬に素敵な伝説があったと思いますので、ちょうどいいかもしれません。そうっすね。失礼。やっ、やっ、はっ。疑似よ。はっ。ここからだと高飛びの浜を一望できますね。もう広いですし、いい角度を見つけて写真を撮りましょう。
次の目的地は。高いところから美しい風景を望める上に、星拾いの崖は夜景も綺麗なことで有名です。任せてください。何でも私にお任せ。最後の目的地は、風立ちの地に行きましょう。風立ちの地にある大樹、大英雄バネッサ様の象徴です。ナエル、楽しそうだな。すみません、ベア様のために見に来たというのに。大丈夫、ここの景色も結構いいな。小川と木陰がって早く写真を撮ろうぜ。これでいいんじゃないか。どんな場所を見つけた？誓いの岬。あそこなら海も見え。あなた方の恋が。風立ちの地？え？古い世代って、だから今。そうですか。うん。やっぱりクイーン。風立ちの地は、本にはモンドで一番人気。わかりません。風立ちの地とバネッサ様の。私はてっきりモンド城にいる人ならみんな好きなのかと。風立ちの地に行きたいんですか？はい、わかりました。必要な方がいるはずです。ここの空気すごく落ち着きます。訓練とか仕事とか忘れて何も考えず、ただこうして風に吹かれる。そうですね。
ですが、訓練と仕事は私にとって一番努力すべきものです。何も考えずに過ごしていては頼れるメイドではなくなってしまいます。バネッサ様、ジン団長、彼女たちが背負っている責任はもっと重いものです。私にはまだまだ多くの欠点があります。だからこそ本物のセピロス騎士になってたくさんの人を助けたいんです。そうですか。ありがとうございます。今日もしあなた様がいらっしゃらなかったら、私一人ではベア様の役には立てませんでした。ささやかなお礼ですが、受け取ってください。バラは私が一番好きな花です。ですので紙で折ったバラを作ってみました。はい、バラはモンドで口の硬さを意味します。あなた様と一緒にいたこの時間の中で様々なことが学べました。それは私にとって忘れられない大切な思い出です。私はこの思い出をいつまでも心の奥にしまって二人の秘密にしておきたいのです。あれ、待ってください。もしかしてバラには私が知らない他の意味も。帰ってから図書館で調べてみます。でもたとえバラにどのような意味があっても、私が送ったこのバラがあなた様と一緒に冒険してくれることを願っています。私が一人前になって栄誉騎士様と肩を並べられるまで。